おはようございます、こんにちは、こんばんは、よろしく。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。気象機関パダサが秋の到来を発表。お、パダサが秋の到来を発表したんやって。これからしばらくは雨が続くんやろうな。そうやで、スーパー台風や南西モンスーンの影響でルソン島とビサヤ諸島の西部地域では広範な豪雨があったみたいやで。でもモンスーンブレイクって言うて豪雨が一時的に途切れることもあるんやって。数日間や数週間にわたることもあるみたいやで。ほんまか。そやけどこれから数ヶ月でエルニーニョ現象に移行する可能性も高いみたいやで。それやと豪雨量が少なくなって乾燥期や干ばつのリスクもあるみたいやね。それは困ったな。でも西部地域では南西モンスーンシーズンで降雨量が平年よりも多くなる可能性もあるみたいやし、気象庁が状況を監視してくれるやろうから安心やで。そやな、気象庁が国内の天候と気候の状況をしっかりとモニタリングしてくれるから私たちも予防措置をしっかりと取らなあかんな。そうやな、雨季に備えて傘やレインコート防水バッグなんかを用意しとかなあかんね。そやそや、防水バッグは特に便利やわ。大切なものを濡らさずに持ち運べるもんな。あはは、確かに。あとは家の周りの排水口の確認や洪水対策も忘れずにやな。そやそや、みんなで協力して雨季を乗り切りましょうや。ではニュース記事の解説しますね。フィリピン大気地球物理天文局は2023年6月2日金曜日において国内における期の開始を発表しました。パダサは声明の中で散発的な雷雨の発生、スーパー台風ベティの通過および過去数日間にわたってルソン島とビサヤ諸島の西部地域に広範な降雨をもたらした南西モンスーンハバダットが雨季の到来を示していると述べました。パダサはただし降雨イベントの中断、モンスーンブレイクが数日間または数週間にわたって発生する可能性もありますと述べています。さらに ENSO ニュートラルからエルニーニョへの移行が今後数ヶ月で好まれており、エルニーニョが2024年第一四半期まで持続する可能性が高いと付け加えました。 ENSO ニュートラルでは風が赤道太平洋の水面を東から西へ吹き、暖かく湿った空気とより暖かい水温を西太平洋に向かって運び、中央太平洋を比較的涼しく保ちます。パダサによればエルニーニョ現象は降雨量が平年よりも少なくなる可能性を高め、国内の一部地域で乾燥期や干ばつをもたらす可能性があります。パダサはただし西部地域において降雨量が平年よりも多くなる可能性がある南西モンスーンシーズンハバダットも予想されると述べました。気象庁は国内の天候と気候の状況を引き続き監視するとともに、一般の人々と関係機関に対して雨季の影響に対する予防措置を取るよう呼びかけています。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。バイバイ。